こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。イージス艦に代わる迎撃ミサイル防衛策イージス・アショア配備が白紙となり、イージス艦増艦計画が今浮上している。迎撃ミサイルによる命中率は、やはり海上よりも陸上の方が命中率は高くなる。イージス艦だと海の状況でその迎撃に必要な難易度は高くなる。傾向にある。100発100中ならいいのだが、そんなにうまくいくはずはない。アタゴ護衛艦を使った迎撃ミサイルテストでは成功しているだが、今までのテスト迎撃に全て成功しているわけではない。敵地攻撃能力を持たせるなら手っ取り早い考えは、イージス艦に巡航ミサイルも発射可能になるとより抑止力となり得る。そのイージス・アショア配備計画白紙とイージス艦建造に関する話をしていきましょう。2020年6月15日、現職の防衛大臣が発表した地上配備型の弾道ミサイル。防衛迎撃システム、イージス・アショアの計画中止の方は、軍事関係者だけでなく、日本中に賛否両論を巻き起こした。説明では、このイージス・アショアに用いられる日本とアメリカとの共同開発である SM-3 ミサイルが発射後に切り離すことになる。ブースター部分の落下制御が困難と判断されたという。これまでの計画では、イージス・アショアは、北は秋田、南は山口の陸上自衛隊演習地での発射が想定されており、今回、ここからの安全な運用を行うことが容易ではないとの結論となったものだ。まず、賛成の声が聞かれる点としては、実用性の乏しい兵器導入になりかねなかったイージス・アショアを、この段階にもかかわらず、政治主導での中止を決断したことに対する評価だと言えよう。ここには、イージス・アショアが予定より大幅に費用が膨らんでいたことへの疑念も含まれていると考えられ、当初、1機約800億円前後とされた費用は、2機総額で約4600億円にも達していた。アメリカは、日本とは、システム構成は、異なるもののルーマニアと、ポーランドには、自費で、イージス・アショアを各1機導入しているが、これらは、1機約860億円と、日本の最終コストよりも、大幅に安価だ。もっと細かい内訳の変遷を見ると、1機約800億円の想定がまず、1340億円まで7割弱も高騰し、運用するための人員のトレーニング費用も含めると、総額で4600億円を超える支払い総額になっていた。しかし、これはあくまでイージス・アショア本体にかかる費用であり、SM-3 ミサイル自体は別売りで一発約40億円が必要で、1機24発収容するため、2機ならさらに約1900億円が別途発生することになる。これに加えて、
日本での土地取得や施設建設にも費用が約500億円ほどが必要とされ、本体約4600億円、ミサイル約1900億円と合わせた総合計コストは実に約7000億円はくだらないとも試算されていた。またコスト面以外でもイージス・アショアの計画中止を支持する要素に挙げられたのが、もともと領土のミサイル防衛に防衛省が描いていたシナリオはイージス艦8隻と PAC-3 による迎撃だとするものだ。これは2021年にイージス艦8隻体制が実現するとなれば、実稼働、訓練、艦艇整備の3段階でのローテーションが可能となり、実稼働で常時2隻以上の艦艇によって日本全土をカバーできるとされている。つまり、2013年に発表された防衛計画の大綱の中身とされた同体制が整えば、そもそもの弾道ミサイル防衛計画の要件は満たすことになり、イージス・アショアを導入する必要性はなくなるとしたものだ。反面、イージス・アショアのような陸上迎撃システムを肯定する意見としては、イージス艦8隻体制が実現しても海上に展開する艦艇では天候等にも左右されて確実性が担保されないとも指摘する。この意見を聞けば、確かに天候などの自然要素に影響を受ける可能性があることは事実だろうと思えるが、そうした不確定要素に対してイージス・アショアも万能という証明は別問題にも感じられる。ただ、今回のイージス・アショアの計画中止を受け、さらに追加でイージス艦を2隻ほど建造するという意見も聞こえてきているものの、これが天候に左右されることへの対策にはならないことは明らかと思える。イージス艦1隻の建造コストは約1700億円という実績から、2隻建造してもイージス・アショアよりよほどコストパフォーマンスが高いという主張もあるようだが、これも悪天候時の対策とは言えない。しかもイージス艦を増加させるということは、必然的に乗組員の確保と育成が必要になるが、最新鋭イージス艦のマヤ型の乗組員数は約300名であり、今後、省力化を多少進めたとしても、大きな課題となるだろう。こうしたイージス艦の運用面の課題を考慮した場合には、確かに、イージス・アショアのような陸上迎撃システムに優位性があることは、その意味では一理あるが、やはり確実な制御ができない点は変わらない。ただし、現状での SM-3 ミサイルは、前述のように、一発約40億円もするため、一隻のイージス艦が実装することが可能な数は約8発と装備する VLS が、96セル以上あることを、そもそも十分に活用できていない。これを考えれば、まず実行すべきは、一隻のイージス艦が実装する SM-3 ミサイルを増加させる対策が必須ではないかと、とも思われ、イージス艦2隻約3400億円あれば、
85発の調達ができる計算となる。ただ、これとは別に護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化改修を考慮すれば、当然、これらの艦隊防空用の護衛艦が必要になると考えられるので、別途のイージス艦建造はそちらに向けては必要だろう。